皆さんこんにちは、リコです。コロナ禍で生活が困窮している住民税非課税世帯への10万円給付について、対象者、申請の有無、支給時期など、現時点で分かっている最新情報を解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。ではまず、住民税非課税の条件から見ていきましょう。住民税非課税世帯とは、生活保護受給者の方、もしくは前年の合計所得金額が125万円以下の障害をお持ちの方、未成年者、家父の方、または前年の合計所得金額が市区町村の条例で定める基準額以下の方のいずれかに該当する方が住民税非課税となり、家族全員が非課税であれば住民税非課税世帯ということになります。あくまで目安ですが、住民税非課税世帯の年収はこちら。扶養している人がいない単身世帯の方は、年収が100万円以下が目安となります。年収から経費や控除などを引いた所得で見ると、所得が35万円以下となっています。年収や所得の目安は自治体により異なりますので、詳しくは問い合わせてみてくださいね。こちらのサムネの動画にて詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。年金受給者の目安はこちら。65歳未満か65歳以上かにより大きく分かれてきます。こちらも各自治体により異なりますので、詳しくは問い合わせてみてくださいね。今回発表されている給付金について、住民税非課税世帯への10万円給付と18歳以下への10万円給付がありますが、こちらは別の制度となっています。もし住民税非課税世帯かつ18歳以下の子供がいる場合でどちらも当てはまるのであれば、両方が給付されることになりますね。では、住民税非課税世帯への10万円給付の対象者を見ていきましょう。住民税非課税世帯への給付の対象者が拡大されるというニュースがありました。対象者についてはこちら。もともとは一つ目の2020年の収入に応じて2021年度の住民税が非課税になった世帯が対象ではありましたが、今回拡大されたのは二つ目の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、一つ目の住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯、家計急変世帯とあります。では、家計急変世帯とはどのような世帯なのでしょうか、見ていきましょう。新型コロナウイルスにより家計が急変し、令和3年1月から令和4年9月までの任意の1ヶ月を年収換算します。その結果、世帯全員が住民税非課税の対象になる場合、家計急変世帯と認められ、給付金が支給される見込みです。岐阜県本巣市のサイトにて、12月20日に家計急変世帯の目安の発表がありました。家計急変世帯の目安がこちら。所得ではなく年収ベースの表記となっています。単身または扶養者がいない場合93万円以下。夫婦、配偶者を扶養している場合 137.8 万円以下。夫婦と子供1人、配偶者と子供1人を扶養している場合は 168.3 万円以下という目安になっています。続いて申請の有無について見ていきましょう。申請が必要な方は、生活保護世帯もしくは2020年の所得を2021年に確定申告をした方、年末調整をした方、住民税の申請をした方となっています。一方、申請が必要な方はこちら。2020年の所得を2021年に確定申告、年末調整、住民税の申告をしていない方、あとは新たに対象者拡大として取り入れられた2021年1月以降に収入が減収した方が申請が必要となっています。いずれの申告もしていないので役所が所得を把握できていないので、そのために申請が必要ということになっています。先ほど紹介した岐阜県本巣市のホームページにて申請方法についての記載もありました。申請書及び確認書受付開始については2月中旬を予定しているそうです。申請方法については2020年の所得を2021年に確定申告もしくは年末調整、住民税の申告をしていて、住民税非課税世帯と認められた世帯は確認書が送付されますので、期日までに返信するという見込みです。家計急変世帯に対しては、収入が確認できていない世帯、及び令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症による家計急変により、住民税非課税世帯と同等となる世帯の世帯主はお問い合わせ先までご連絡ください。
申請方法や必要書類、本人確認書類、口座がわかる通帳の写し、収入が減収したことがわかる書類などをご案内しますとあります。収入が減少したことがわかる給与明細もしくは通帳のコピー、自営業の方であれば売上帳簿のいずれか1点を提出する見込みです。なので家計急変世帯に関しては問い合わせ先まで連絡すると申請方法や必要書類などの案内があるということですね。そして口座を移し減収証明を添付するという流れになるそうです。支給時期はあくまで予測ですが、申請が早くて2月ですので3月以降を予定しているのではないかと思っています。なおこの情報は岐阜県本巣市の情報です。自治体により異なりますので、お住まいの自治体の発表をお待ちくださいね。現在政府は先ほどお伝えしてきた年収ベースの判定とは別に所得ベースでの判定も検討しています。収入から各種控除を引いた所得ベースで判定となると、かなり給付枠が拡大するのではないかなと思います。これはまだ確定ではないので、最新情報が分かり次第お伝えいたします。今回非課税世帯への10万円給付について岐阜県本巣市でいち早く発表があり、最新情報としてお伝えしました。予測ではありますが、この基準をベースにそれぞれの自治体が発表するのではと思っております。申請開始が2月中旬ということは、給付はその後なので3月以降ということになりそうですね。また政府は所得ベースでの判定も検討しているので、そうなると対象者がかなり拡大しますよね。いずれにせよコロナの影響により生活が困窮している方にいち早く給付ができるよう願うばかりです。また新たに最新情報が入り次第配信したいと思います。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。他の動画もぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。